ねみなすいらお試し会。マニアがいる。よいしょ、ね、今週始まりますよね。おい、あ、先週からのズーハー潰れ事件からの、まさかの今週もね。あれ前回っていなかったいなかったわ。ってことでね、大丈夫、飛んでないから大丈夫。飛んでないから大丈夫。今日ミーティング来てるからね、うん、あ、まあでもね、とりあえずじゃあ乾杯先に行きますか、はいはい、皆さん飲めんの大体。いや飲むよ。飲むいつも飲んでんじゃん。乾杯。ありがとうございます。ありがとう、しむけ。しむけ、誕礼ね。誕生日迎えた。ニューになったからね。あ、これ古いよ。ニュータン礼。あ、もう一本開いた。早、今日、うん、まあ、ちょっとバシバシあるから。実は黒沢さんも俺と1日しか誕生日変わんないから、誕生日でしたけど。誕生日だよ、うん、祝ってもらったの達也だけ。ありがとう。左の人誰？左の人、あ、まあね、じゃあとりあえず誰っていう声もあるということで。自己紹介。左どっち？名簿、ポメちゃん。コメさん。まあまあまあ、コメちゃん。言う前に自己紹介自分でさせよ。まあとりあえずじゃあレギュラー陣から、はい、お願いしますか。アップにした方がいいですか？アップにします。すいません、アップでお願いします。いやなんかね、髪サラサラや。いやいや、もうこれだけで涙出てくるよ。ほら、優しい人がポメグイグイ。あ、すいません。あ、どうぞ。2月23日、無事に誕生日を終えることができました、しむけんです。よいしょ。噂によると、綺麗な営業だって。いろいろ書いてあった。よいしょ。綺麗な営業だから、いろいろ書かれないんだっていう。やっと分かってくれたの。しむけんの決め顔つき。決め顔つきやかましょうか。僕3番目でいいですか。じゃあ、くるちゃんちょっともうね。あ、じゃあ俺お父さん2番目、くるちゃん俺、礼儀だよ。いいの、なんて自己紹介すればいいの。はい、あ、どうぞ。ありがとう、祝ってくれて。ちょっと待って、はい、いいっすよ。どうぞ、お願いします。寄ってください。ありがとう。寄ってないっすよ。やってくれたな。求めてる。はい、オッケー、はい、よし。今ね、うちの従業員、綺麗な従業員しかいないんすよ。汚れの従業員募集中。いや、なんでもいい。うちの欄になりませんか。よろしくお願いします。よいしょ、レッツゴークロサワー。レッツゴークロサワー。レッツゴークロサワー。じゃあ俺1級出しますよ。お父さんかっこいい。2級は多めに。2級多めにって言ってる。お父さんかっこいいって来てる。じゃあ先に、じゃあ僕行きますか。よいしょ。リーダーやってます。この店でね、看護師してますよってことで。いいよってことでね、激しく売り上げ上げてくれる人募集中です。ブルカです。よいしょ。ちょっと緊張気味、なぜか緊張してねえ、怖いもん。飲んでないから。そう、レッツゴールカオ。おレッツゴールルカオ。テキーラ足して。もう俺に来てる？続きまって。コメさんね。続きまって。はい、コメさん行きましょう。じゃあやれんの。あそこ見ながら。あれ、これね、iPad。あそこ見ながら。あ、いっすよ、ここ見ながら。ここね。はい、ここ見るルカ。そう、ここ見ながら、ここ見るルカっていうことね。自己紹介適当に。そうですね、なんか大鳥飾っちゃったみたいなんですけど。はいはい。まあ、かわいい。特にありも何もありません。おいおい、ポメです。よいしょよいしょ。あの、ポメさん結構もうみんな知ってる。おおおお、ポメ来てるやん。おおおおおお、割と人気かも。彼の iPad なくてあれ。レッツゴーポメを。おおおお、レッツゴーポーメ。 iPad ない、ある。嘘。多分誰か持って帰ったんじゃないですかね。いじめられてんだよ、ここだけ。うわ、聞くわ。どうせコメントを拾わねえだろうって思われてる。グループ iPad でなんか見れるの？コメント。いや、コメント見れないんでね。これは違う。いや、いちいちここ見ないと。ありがとうございます。あ、ここ見ないとね。ありがとうございます。グループなんで書けない。あの、
ルミナスティいじめられてる、ね、怖い、ね、グループ何人なのに、うん、歌舞伎で一番グループでかいのに。だからね、まあ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 、とりあえずね、あの今日ズーハいないです。黒沢さんだけ黒沢さんやる。あ、どうぞ。黒沢さんやる。起きたよ。しむ…レレか手振って。おー、こんな風に出るんだ。しむけも手振ろ。じゃあ俺も手振るわ。みんな振っとこ、みんな振っとこ。選挙カーと一緒、こうやって手振っとってた。黒沢さんよく出るよね。まあ、とりあえずね、検査推し選挙。あ、検査推し、ほんとね、バースデーだからでしょうか。はい、しむけいさん、自分不器用なんですけど。あ、それ違う件。ケンさん来てますよ、はい、今日もあるのかな。ステマ、ステマありますね。あるんですか。ありますね。はい、見たいです、おじいちゃんの。じいさんの。おじいちゃん、おじいちゃんのたまにはね。ちょっと待って、俺一番許せない可愛いルールか。あ、来た。何が可愛いの。え、可愛い分かってるね。なんか、いやいやいや、あ、言ってあげて、あの本当の、あの内面分かったらどこが可愛いのって。でも黒沢可愛いよ。あ、それは正解。どこへ。そう、黒沢。ごめん、俺入店して2年半から3年ぐらいになるけど、黒ちゃん可愛い思ったことないよ。ない。黒コーチ風に言うと、うん、正解。おお、滑った。はい、滑ったね。はい、まあでもね、最初のように滑ってきたらあんまり怖いもんないっていう、まあまあまあ、あの免疫がつくっていう、そういう人なんだ。はい、メリットあるんだけどね。え、じゃあまずね、ステマって言われてるんで、まあせっかくなんで、行きましょうか。ステマ。じゃあ行きますか。何ステマ。ステマの時間。ステマって何よ。すいません、すいません。ステマしか知らねえよ。いや、ステマで。スケマ。これこれお前でいくよね。あ、じゃあチーザー、チーザーを。俺ちょっとこっちがいいな。なんだなんだ。これを、これを思いっきり CM してください。あれに向かって、うん、カメラに向かって。グリコの回し物なの俺。そう、回し物ってぐらいお願いします。まあ、うちの放送ってやるステマが、とりあえずまずお前行くの。はい。でかい方行かなくていいの。でかい方行け。まさかのね、チーザー。これ、俺好きだけど、今日はこっちのでかい方買ってきたよ。ちょっと待って、黒麹って出た。俺爆弾しないで。黒麹は、まあ、黒麹もあるけども、でもね、前回とんがりコーン紹介したら面白いって初めて言われた、あの僕の顎もとんがりコーンだから。やってくれてんな、うん、こっちだからね。しかもやっちまったな。目線が違うね。僕の顎もとんがりコーンやる。早くドラムやれ。だってレッツゴーケンケン、おお、アゴアゴ、レッツゴーケンケン、おお、アゴアゴ。ひどいな、お前。ひどい、ひどい。やってくれてるわ。そうじゃないじゃん、ケン。そうじゃないじゃん。もう開けるの？魔女やるんでしょうよ、これだったら。魔女？お前、おすすめこれだろよ。いいね。全部行くんでしょうよ。幼稚園の時やってたけど。やった、食べるね、もう。食べちゃダメでしょ。バター醤油しか買わないよね、この人。わ、入らない、指太くて。いや、太くて下は細いくせに。そうなんです。ごめんなさい。はい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 。ということでね、続きまして、続きまして、クロちゃん、行ったら。ちょ、待って、なんだっけ。クロちゃんのステマ行ったら。ステマ、うん、ステマ行ったら。あ、いいよ、もう、もう映ってるよ。もう映ってる。3ピース。3ピース。懐かしい、懐かしい、懐かしいから。指太いやめてね。な、何を宣伝すればいい。いや、これを。あ、チーザー。見せないだよ、こっち。逆。こっちだよ、こっちだよ。あ、そうやね。チーザー。嬉しいほどボリュームサイズ。うちのニコ生もボリュームサイズでお送りしてます。前回の回数と。よろしく、サンキュー。前回の回数と同じぐらいのクオリティやった。やばいやばいやばい。引くわー。よろしく、サンキュー言ってるじゃん。よろしく、サンキュー。レッツゴー、クロサワー。おお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 おやばいやばい、やばいやばい。お前、レギュラーが滑るのはちょっと別格だからやめろ。指太言われてる。レギュラー滑るのも別格だから。指太言われとんねん、こっちは。あ、じゃあちょっとじゃあ俺が本当だ、本気出したろ。こんなに尖ってんのに指太言われてんの。お前大変だな。これついてやっと普通の人ぐらいだ。考えててね、ちゃんと。ポンさん、俺もやるの。次、ポンさん。やばいやばい、無理無理無理。ほら、来たよ。え、なんて本当のコメント。今日はただ滑り。誰だそれ。俺か。安定のた、チーズタラ、チータラだよ。安定があるのはね、ケンケンの滑りだけじゃないんだよ。やめろ、俺の顔も一緒だよ。紹介します。イケメン、イケメン。チーズタラ、ここ見るルカです。よいしょよいしょ。うわー、レッツゴールルカー。うわー、レッツゴールルカー。いや、これは絶対やる。
んだよね最近こんな感じなので、私は俺はもう、最後までこれですよ最初から最初から最後までこれそうそうもう盛り上がんないんだよ、この番組うるせえな盛り上げてうるせえなでもイケメンとかかっこいい良すぎ、かわゆすとか来てるよこれ適当に乗っけてるだけだよ大して盛り上がんないんだよ、この番組誰だこれは世論とは裏腹にルルカイケメンとか多いやんこれルルカタラ顔だろ、要はタラ顔タラ、うん、フナカタラカフナカタラカのいや、じゃあ、ポメさんもうないじゃん、ポメカの場合は自分を捨てましてるこの場合あの、おぼっちゃまくんみたいな場合だからおぼっちゃまくんの場合バーイ涙袋はそろそろ入れますやばいありがとうございます、ポメさんもうそんなの考えてきてないんだけどいや、もういいじゃんひどいひどいひどい考えるなほら、来てるよ企画考えろやってお前、ルルカに怒られるよ企画考えろやでもそれはもうさっとやった方が身のためです、はい、いきますもう映ってるんで、うん、早いなカメラもチンコだけ出すなよやめとけ、うん、ダメだよ考えるな感じろはいお願いしますちゃっかり姫顔してほらもう困ってうーんしかないじゃんほらもう考えるな感じろ一度は食べていただきたい結局読むんやそれ粗挽きサラミあーよいしょよいしょまあ初めてにしてはいやこう画面で見るとポメは初めてあの X の様式に見えたどれだけっつってうん誰だけどれだけっつってね、本日もビビビーチ来てますよこんなビビビーチ見て名簿って来てるってことは結構コアなファンがいるコアなファンいたんだよかったわ、うん、まあまあまあ一通り終わったってことね考えるな感じろいやそれじゃ感じられねえわ本当になんだよそれいや黒沢さんやれやれ言うてやれ言うてこれ小学校の時に流行ったお前入れんじゃねえよお前俺のグラスにお前入れんじゃねえよ飲ませりゃいいじゃん入れんじゃねえよ早く飲めやお前めんどくせえな黒沢さんのせいよだわかるわかるごめんなさい乾杯黒沢さんのせいだな飲めばいいんでしょうんわかるいいよ俺は今日はあのとんがりコーンが入ったままで飲みたいかなと思います。はい。まあまあいい出汁出ますよ。カールル、はい、ありがとうございます。ってことでね、とりあえず、今日、アンケバシバシで行きたいなっていう、ヒゲ、行こうかなと。アンケート？アンケート。アンケート、じゃあ、行きましょうか。今日、アンケデーで行こうかなっていう。うん。で、今日考えてきてる、アンケート。飲めよ、だって。うん、飲むんじゃ。誰、誰、誰だよ、飲んでほしいの。誰？誰飲んでほしいの？誰飲んでほしいの？ほら。名前書いてほらいいよ俺でいいんだよおいで俺をこの放送中に潰し誰に飲んでほしいんだよおいでほらほら今すぐちゃんとね名前おいでよ乗っけてくれればルルカが吠えるっていう、ね、そうですよほらクロちゃん飲めいや違うでしょレッツゴークロ様をてかベロベロなのレッツゴールルカもおおおおおレッツゴールルカもおおおおおまだやっちゃうのそれもう食べますお前誕生日なの寂しいなもう終わりました終わったぐる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 ちょっと待って待ってぐるぐるケンお前ドッカーンいくつになったんだよいくつになったの26だよ26歳俺も26歳の時あったけどないでしょ26歳になってどういう風に思う今コメントしてあのもうねアラサーだよちょっと体調ね、お酒飲んだらちょっと治ってきてえ、ここね、青しかいないよ、この店青しかいないから、あの、選抜されてんの俺らのはい、ってことでねあ、まあまあまあそうだよ、アラサーやで、もう言うてね、ほんとね言うてね、はい、アンケということでアンケいきますかいたよまずねちょっとぶっこんでる、今回アンケートなんで渋剣若いありがとう絶対嘘やろいや、そんなことないよえ、何もしてません肌とかはい、何センター言ってんの、毎週プラセンター行ってます、はい、いやそれお前だろいや俺からこいつも言ってるねクロちゃん正直クロちゃんだけアラフォー待ってアラフォーいや違う邪魔くさいポメさんいくつだってあポメさんあ年言ってくださいポメさん24です意外とあの年齢そう高めねルルカ歌う前から見直しただってあざっす大したことないあらーボーカルやってましたねなんか忘れたけどいやでもなんでか知らないけどあのケンのバンドに関してはめっちゃ良かった良かったでしょあの身内から言われるとなんかあんまり
ナイキレベルで言ったらすごいかっこよくて、しびれた。ねえ、かっこよかったよね。あ、ほんとすか。いやあれー、こいつ、実はナイキンだから、ちゃんとナイキンさん、ちゃんと報告しとかないと。ちゃんとやってますよ、仕事。あの、売れないからもうナイキンやめとけっていう方向に。俺は、どんな方向だよ。25歳。俺25歳ね。 YouTube に上げたそうね。はい、アップしてほしいね。声でけえや。でも、ね、あれマジ良かったな。ね、よかったっすか。俺リーダー、いる力の、それ。いや、でも本当に今ここでやってほしいぐらいの。いやいやいや、いやね、あのね、ちょっともったいなかったっすね、あそこでやるのは。ちょっと幕張メッセでやった方がよかった。正直、でも正直俺めっちゃごめんね、歌詞飛んでごめん。いや、でもさっきのぐるぐる動画ちょっと後遺症めっちゃ残ってる、ね、歌詞も飛ぶってる、歌詞も飛ぶしてる。ケンがうまいことをドラム叩いてたじゃん、はい、はいはい。で、その後従業員ヘルプでついた人間がエアードラム的な感じでこうやって、はい、よく学生の時いたじゃん。あ、いましたね。あ、金箔的な、ね、俺はできるんだって、はいはい、あれってなんか気持ち悪くない？あ、なんか叩けるぜ、うん、そんなに笑いになんないから、まあ、グイ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 よ。しかも困ったんだよ、俺一緒にヘルプついてて、そいつを。しかもどうせそれやってたの黒沢さんでしょ。俺じゃない。俺がこんなことやんないし、こんなこともできねえし。分かった。アンケート、アンケート、アンケート行きますよ、はいはい、これね、アンケート準備 OK ですか。アンケート準備、え、ちょっとね、ぶっこんでる、ちょっと今回内容なんですけど、こん中で、これ、これですよ、まず最初。あ、OK、OK、OK。 わ、すごい髪切ってくれたの、分かるの。え、誰？これ。ありがとう、ありがとう。今日切ったの、今日切ったの。ごめんね、むっちゃ悔しいんだけど、俺も切ったんだよね。あ、ちゃんと俺も切ったんだよね。誰も、ボメさん切った、当たる。ピンク、切ったよ、ピンク、ありがとう、ピンク。俺、髪切ったよ。悔しいわ。あの、アンケート早くしろって言うよ。ごめんなさい、アンケート煽られることこんなあるかっつってね、うん、本当。お父さんに気づかれてる。お父さん消えちゃったんだけど。アンケート行きましょうね。これさ、こんなホストは嫌だったらさ、何？ホワイトボード。ホワイトボードですよ。ホワイトボード、じゃあホワイトボードちょっと。ボードホワイトください。ホワイトボード。ボードエンドホワイト。ね、繋いで、あ、すいません。役、4つで大丈夫。役職弁当。いや、これちょっと恥ずかしいやつやな。役職手当てですけどね。役職手当て。役職弁当ってなんですか。オッケー。あ、まあ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 、始まっちゃうことね。まあ俺らサクサクって言葉知らないですからね。サクサクパン。いちいちもう拾います。一番サクサクしたいの俺らなのにね、うん、いちいち全部拾うっていうね、はい、おばあちゃんごめんなさい。じゃあちょっとクロちゃん来るまで、じゃあちょっとコメント拾いときますか。見て、おばあちゃんごめんなさい。真ん中フリーザみたいな声してうるせえと思うんですね。真ん中フリーザみたいな声、うん、これ消えにくいんだけど。おい、フリーザって言ったやつ、お前フリーザのものまでできんのか。お前やったよ。え、普通に言ったら俺フリーザちょっと見てないのにすげえ出てる。今日も山形から見てるよ。ありがとう山形、ありがとう。山形のやつ下りやったよ。サクランボテレビかよ。ほんとね、山形言っていい？新幹線で帰るときにね、新幹線帰りました、郡山から仙台、山形分かれる。ありがとうございました。すごいな、お前のマジな顔がウケるよ。近場で見てる。全身全力で俺は。うん。わざ素晴らしいっすね。ああ、ルルカさんもやかましいわ。やかましい。フリーザ大変だ。でもね、やかましい。誰がフリーザ？めっちゃウケてる。いや、面白い、面白い。誰がフリーザや？フリーザ。誰がフリーザや、ほんとね。ああ、違う違う、ごめん。カカロットーっていうのもウケるし。カカロットありがとう。うん、53万ね。おい、ディスりたかった、ディスれ。フリーズはここにいるよ。ザーボンさんね。行きましょうか。はい、じゃあアンケートの、じゃあ内容。53万。こんなホストは嫌だ。まず1問目、こんなホストは嫌だっていうことで、今からちょっと書いて。え、カカロット？カカロット。みんなが考えて。みんなが考えて。お前が考えて。お前が、年上。お前が、俺より年上。お前より10個以上年上。10個以上年上。大先輩。お前が考えるんだよ、うん、お前が考える、OK、で、何書くの？不良でございます。はい、あの、こんなホストは嫌だ。はい、お願いします。こんなホストは嫌だ。あ、こういう、はい、いいよ、直で考える感じね。何も考えてきてない。じゃあ、まあ、俺ちょっと待って。はい、この3人考えてて、ちょっとつないどっから。ベロベロすぎて。うるせえ、早く書けよ。これは真面目に書いた方がいいの？俺は真面目に書かないで。じゃあ、お前、オチも考える。おい、そこまでは無理だよ。やれよ。こんなホストやだ。どんなホストやだろうな。カカロットホスト。フリリンのことだよ。先言うんじゃねえよ。カカロットホスト。俺減るだろうがよ。俺カゴでしてんの。テンションだけやばいね。面白いこと書くのこれ。いや、もう、いや、もう、それはもう真面目で、真面目にいきましょうか。シンプルに。やばいな。
はい、こんな難しい番組って思ってなかった。じゃあ僕ちょっとコメントを拾ってるんでね、ピンクですえどういうこと、ピンクですえどういうこと、ピンクだよピンク、知らないの、え、ピンクね、黒さん、あ、ちなみに僕あのピンク、ピンクはね俺のコアなファンがいる、いや俺のファンだから見えないよね、見えないよね、僕25です、ピンク、僕25歳です、はい、ピンクちゃんね、ピンクちゃん、ピンク郡山な、郡山、うわーね、そう、成功だ、おい、ケン、筆が進んでねえぞやばい、ちょっと俺最近もう頭回んなくなった、すごい、ルルカをよく漢字変換する人いるねって書いてるけど、ドクロのロー書いてね、登録してるんやんな、好きすぎて、ありがとう、携帯からかな、そういう子が大好きだもん、ね、クロちゃん、アットマークピンク、ポメはねえのか、ポメねえやん、ポメさんとクロちゃんのコメントもバシバシください、本当に、ケン、俺のはただのジジイって書いてあるから、書いとけよ、うるせえな、俺もう書いた、書いとけよ、もう書いた、見えないようにしよう、いや、まだ何も書いた、ケン、え、髪切ったのにやってる、ありがとう、やばい、俺切ったよ、髪、本当に、マジ、歌舞伎町一ゲスな細さだからよろしく、はい、顔はともかくね、本当に性格は本当にゲスなんで、ここなんでしょ、え、書くよ、じゃあ俺からでいい、いや、じゃあまだ早い、もう出したい、うるせえよ、もう秒で出したい、出すんじゃねえよ、2回目マジで出すんじゃねえよ、2回目で、うるせえな、やばい、2回出したい、書いてないから、なんだっけ、こんな細さは嫌だ、俺書くないで、こんな細さは嫌だ、まだ、こんな細さは嫌だ、ケインが司会やらして、俺に1回目出さして、何そんな出したい、1回、出したい、出したい、1回しかない、え、1回しか出せないよ、いいじゃん、2回目もやらせない、そんなにサクッと書いてる、今もう書いてるから、あ、オッケーよ、はい、ケイン、黒沢さんのこんな細さは嫌だ、はい、外見はどうでもいいけどルルカみたいな内面な細さは嫌いこれは本当に正直思います、ルルカさんみたいな内面は、はい、ゲスな男にはなってほしくない、まあ、なんだろう、これは内見的な意見でもあります、はい、そうです、本当性格悪い、はい、レッツゴルルカさん、嘘でしょ、あのサイレントこっちのさじ加減で、サイレントルルカ、こっちのサイレントルルカ、嘘、マジか、そんなにゲスなわけも、レッツゴーゲースを、お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 、え、え、あ、別に誰もこれ、これ脳幹で大丈夫です、もう一個出してね、ちゃんとあのアンケ取ると用の問題出して、あ、ちゃんとね、うん、ちゃんとしてて出して、うん、わかりました、いいよ、じゃあ僕いいですか、ちょっとお前繋いで、俺もかけたー、そんなにゲスなの、どんなゲスなの、あ、これ、てかさ、これそんなホストは嫌なのは今画面にいる私服だからダサいホスト一緒にある人、あー、ベタだね、どうゲスなのか、暴露ちょっと見てない間にすげえ上がるな、ルルカ、性格良さそうなのに、いや、悪いんすよ、僕めっちゃ悪いよあのね、悪いで腹黒い、付き合ってみたら分かると思う、これでいいか、一回ルルカと付き合ってみたら、ルルカさん後悔するから、ルルカさん、ルルカさん、遠目で見たら渚ひかるさんに似てる、え、どの辺が、遠目で見たら、遠目で、うん、100メートル先だな。いや、だいぶ遠いじゃねえわ。見えねえわ。見えねえわ。見えねえわ。シムケンめっちゃ性格いいんだよね。ごめんね。ケンはね、うん、俺も付き合ってる限りじゃ性格いいよ。付き合ってたの？付き合ってないっすよ。あ、付き合ってなかったの？付き合ってないっすよ。あ、そっか。何ヶ月だよ。彼女じゃないっすよ。ただ、ルルカだけは問題あるうちのルルカ、問題あり。あ、けどいいコメントあるよ。悪くても好き。あ、ルルカさんね。コアなファンがいるっていう、ありがとう、いや、いいね、その引き立つね、うん、こういう、こういう女の子を俺はそうにしてきて、本当に、本当にね、ちょっと、いや、お前つなげよ、お前、お前に任せて俺は耐えてるんだよ、シムケン優しそうって、にじみ出てるって、これなんで、うん、良さそうだって、これ大した、エッチできてるくせに、あ、もう、やめなさい、やめとこ、いい人オーラがいっぱいあるんだよ、いい人だからエッチできないとか言うんだろ、あー、もうそこ、まあ、まだね、ケン、八王朝みたいなコメントしか来てねえな、いや、八王朝ですよ、お前、やらせだろ、全部やらせですよ、これなんてこった、もう、みんな頼むよ、ね、僕 OK です、もう、本当にもう、あ、ズハの性格は、みんなコメントして、 あ、ズハの性格、ズハいいよいや、俺より悪い人いない、まあ、とりあえず、とりあえず、はい、いいよ、いいよ、本当の本当の、ズハの性格は、いいよ、俺、いいよ、いいよ、追記聞いたかっただけじゃねえかよいや、本気で追記だよいや、ちなみに、あ、じゃあ一発目、じゃあお前、はい、あ、じゃあお前、いいですか、はい、こんなホストは嫌だ、ホメさん、いい人そう、同伴で富士そばです、あの、まあ、昔、あー、わかるわかる、昔、これマジなやつ、やったことあります、これマジなやつです、昔やりましたよ、じゃあ、2番目どうしましょうか、
行っていいですか。お金ないから昔お金ないからしょうがない。3、2、1、1、あいよ。もっと上、もっと上。季節外れのノースリーブ。うわー、T さんみたいな、ね、ちょっと待って、今日の T だよ。今日の T だよ。今日の T だよ。今日いて、お前ピンク怒るぞ。え、あんた書いてないの？まだ、はい、はい、はい、書いて、はい、書いて。ピンク怒んないでね。俺言っちゃっていいですか？はい、俺言っちゃっていいですか？やれるかちゃんの母さん、はい、に言っちゃい、最低料金でチューしちゃう。誰だこれ、誰だこれは、誰だこれ。恐ろしい世の中だな、これは。変わっちまったよ。デフレスパイラルやな。誰だこれ、やったやつ。デフレスパイラル、本当にもう。ちなみに言いますか、これ、ちょ、待て待て、ないだから書いとけや。さっき書いたやん。書いとけや、書いとけや、ほんまに。うん、それルルカさんやん、やん。え、俺チューしちゃう。いや、でも酔ったらやばいね。酔ったらチュキスマだから。あはれ。もう俺にもキスされそうやもんな勢いよ。バースデー的にしたよね。そうやね、やってけどね、お前ね。俺ペン先ないよ。全く記憶ない。やば、全く記憶ない。やばめや、お前。はい、いいよ。はい、サンサーニーニーいちいち、枕するって言って結果しない。あ、この4択でするって言って、この4択でお願いします。お願いします。はい、ね、問題ありだよ。けやるやる言って、はい、で、これがだったら最初から言うなって話。お父さんって。とりあえずね、とりあえずこのアンケしてる間、ちょっと CM 行くということなんで、はいはい、うー CM プラスレッドブルを超える大人気ポピュラードリンク。二日酔いがなくなる。お酒が1杯しか飲めない人が5杯は飲める。30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。結構多分相当飲んでる方だと思いますけど、自分では昔はなかったんですけど、今はひどいですね。飲んだ次の日とかは。わかりました、飲みます。変な電気返すと絶対癖もないし飲みやすいから。おい、さっきのこれでね、ちょっとうちの従業員にも勧めてみます。今までのものとは次元が違います。ぜひ一度お試しください。かっこつけてんな俺。自分で鍵かけてんじゃねえのか。開かないドアない。売り上げ上げるための全てがここにある。考えてる時間がもったいない。お前の気持ち一つだ。じゃあどこで働くの。エスコレでしょ。さあエスコレーションで働こう。ちょっとね、今気づいたことあって、CM 中に楓さんが、いやこの、これ二日に聞くんですかとか言ってる裏で、ガイガイとか聞こえてるのは、それルルカさんの声なんだよ、多分。いや、お恥ずかしい。営業中の、お恥ずかしいことにもあるし、ルルカヘルプでめっちゃ頑張ってるから、ちょっと恥ずかしいからやめてもらって。めっちゃうるさいな。なんで、ヘルプ要員じゃなかったっけ。ヘルプ要員。働いてる限りヘルプ要員です。常にね、常にヘルプやるよ。すいません、ルルカのエースになりませんか。いやいや違う。だったら、だったら俺のエースにもなる。あ、アンケ出ました。アンケ結果でということで、わしょーい。それでは行きましょうか。それでは結果の方お願いします。こんなホットは嫌だと思ったことを。はいはいはい、はい、はい、え、マジっすか、はい、ちなみに、え、貝に貝2つが、2人がグイでいい、はい、貝2人グイでいい。じゃあもう、2人グイてかもうちゃんと、いや、だったら、上の方言ってください。どっちしろ半々ですよね。爪入っとるが。じゃあ、こんなホットは嫌だと思った人。え、飲
人っすよね。飲む人、はい。よっしゃー！よっしゃー！やったー！ほいほい！やったー！大したコメントしてねえだろ。うわー！うわー！絶対飲まねえ！いや、要は2個飲まれ、絶対飲まねえぞ、俺は！違う、俺ら誕生日だったから祝ってくれたんだよ。しゃー！なるほど、なるほど。飲んで。いや、要は俺らのやつはそんなに嫌じゃなかったってことでしょ。あれ、そういう意味だっけ。こんなホストは嫌だで。10人しか投票してないってこと。しゃば！おいおいおい、それじゃ失礼。あ、この番組し終わってる。いやでも視聴率 0.01% 意外と言ってるルルカ。じゃあ俺じゃあね、逆に V だね。俺らもね、飲もうか。そうやな、結果飲もう。結果飲もう。こいつがイエーイウォーウォー、イエーイウォーウォー、アイスください。イエーイウォーウォー、イエーイウォーウォー。いや、どう事務系イケメン、おかしいな。いやね、ちょっと最近遠くに座るようにして、ちょっと小顔効果出しとこう言うて。あー、ズハいないからだよ、ツイキーだよ、女の。ツイキー、ツイキー、小顔だよ。まあ、でかくはないんだ。鋭利なだけ。鋭利なだけね。鋭利なだけだから、うん、だって小物だよ、3人とも。いや、それ早いから。小物、違うの。次どっち行く、どっち行く。上行く。どっち行く。上行く。あ、ちなみに、よい、それはやめとけ。ただ俺が飲むだけだろ。いや、わかんないよ。いやいや、まだ取ってお前らがやりたいんだったらやれよ。じゃあ、いけいけ、クロちゃん、俺どんな性格だから言ってあげて。ルルカは本当性格悪いから、うん、指名したら後悔するけど、いいんじゃない。え、シムケン金髪の方がいい。もっと金髪で染めよう。いや、言ってんだよ。ルルカ、本当に歌舞伎町一、性格悪いよ。聞いた。これを踏まえてね。これを踏まえて、じゃあ行きますか。続いてなんて。マスクかぶって。何マスク？なんでマスクって。マスク誰？マスクかぶって。マスク誰？普通のマスクじゃなくて。この死体の意味。営業妨害。はい、行きますか。じゃあ次行きますよ。じゃあこの中で指名したくないのは誰ですよね。いや、ナイキー2人連れて。いいよ、俺ら2人。いいよ、いいよ、もっとディスっていいよ、俺の、うん、ナイキー2人、ナイキー2人だよ、外野、うん、で、俺の性格言ってやる。プレイヤー負けたら寒いよ。寒いね、はい、寒いよ。ちなみに俺はいいやつだよ。あの、こいつら綺麗な営業しかしないんで、うん、あの、うちのランになりませんか。言いたダメじゃねえかよ。で、ちなみに俺の性格何。黒沢やって書いてある、もはや。ルルカは、あの、だいぶ真っ黒です。はい、これを踏まえて、これ今もう、あの、なんだろう、言うたらね、今、選挙活動を行った上で、今、ね、選挙活動を行った上で、お父様、いじられとる。そうそう、からの、この中で、指名したくないのは誰か。これはもうホワイトボードなしで、皆さんお願いします。はい、この4人の中で指名したくない、したくない人、うん、したくない誰。はい、お願いします。シム犬を頼むから指名してくれ。頼むから指名してくれ。寝る体に染まるって、こう、ほんとね、もう俺、18年選手。え、18年選手なんだけど、だからもう1位じゃないとおかしい。そうそう、いや、ふざけんな。キャリアにしたらね、したくないのは誰だから。そうそうそう、ビリじゃないとおかしいですよ、それは。かつてはだってね、18、だってもともとだって何億人の人間を抱かれてきたのかっていうね。言うて18年で売れたことあるとか言われてるよ。ないんじゃない、多分。バカにされてるよ。売れてたんだよ。金は全部捨ててきたわ。ちなみに1億円プレイヤー、あの、まあ、昔、あの、社長とのくだり言っていい。いい、やめとけ、やめとけ。いいよ、言っても。でも、もともとやめとけ、言っていいよ。どっちやろ、言ってほしいんじゃねえか。うちのお父さん、1億円売ってたの。聞いて、マジな話聞いて。この人、あの、まだマジ現役でバリバリやってる時に、うちのルミナスの社長の京平社長とプレイヤー全然やってた時に、バリバリで同業で、月いくら使ったんだっけ。ね、100は硬いね。同業で飲みに行って100万。同業で100、やばない。ごめん、でもお父さん嫌いだから、あの、レッツゴーお父さん、うん、おレッツゴーお父さん、いっぱいいると思うよ。もう結果出た、結果出ました。結果出ました。早いな。はい、はい、下位2人がグイで、下位2人が怖い。あ、まあ、要は、下位2人で、ただのホモか。正解。これの場合は1位2位が飲む方がいいんじゃない。
指名もらう人が、ね、指名もらえしたくない人で1位2位を言ってください。これの場合はしたくないの言っていいですか。はい、1位が、46.2% でお父さんです。お父さんダメだよ。お父さんお父さんおかしいでしょ。お父さんも飲んでない。俺のことをお父さんって呼ぶ。メチコ、お父さん、いつからお父さんだったのよ。やばいやばいやばい。みんなのパパですよね、本当に。ルミナスの父ね。はい、レッツゴールルーカー。おおおおおおかしい。現役のプレイヤーで来年に負けてるから。しかもさ、あのルルカさんガチでやっぱり性格悪いホストって嫌いですよね。そんなはずねって顔してレッツゴールルーカー。おおおおおルルカー。おおおおはい、ありがとうございます。ポメ、お前もグイだ。まさかのポメ、お前もグイだよ。お前ごめんなさい、俺も俺で今ちょっと勝ちを確信したっていう。お前ダメだな。おい、プレイヤーたち、ごめんさ。ほら、俺の営業妨害のせいって書いてあるけど、うん、絶対嘘だよ、お前。お前がなんで。いや、なんでポメ好きとかあっから。なんで本当確認するよ。でも実は、うん、まあいいや。レベルでしょ。もうありがとう。もう投票したの5人ぐらいでしょ。あのアンチ、俺アンチの人、大丈夫です。もう明日からお前プレイヤーにするしかねえな。いや、だってこんなに指名したい人がいっぱいいるから。明日からプレイ戻りね。ポメかわいいだって。わっ、かわいい。ポメポメキュン、ポメポメキュンキュン、ポメポメキュン、ポメポメキュンキュン、ポメポメキュン、ポメポメ。すいません、ポメじゃない、アイスください。ほら、ポメかわいい、ポメ好きだって。やばいやばいやばい。何その人気を取られてる感じ。キャストより戻っちゃおうかな。パパ好きだって。パパ好き来てるよ。なんぼだ。でも頭おかしいやん、パパ好きなやつ。まだね、2位が一番寒い感じやめてもらっていいですか。俺の営業妨害激しいんだよ。いや、2位が一番寒いって、なんせ下2位の現役俺のが一番寒いから。一番寒い。でもほら見て、ルルカすごい。ルルカ面白いっていう一番って漢字で書いてくる。お、黒さんいいやつある。シムゲン指名してってば。だからで、ルルカ一番って書く、このルルカっていう漢字を出してくるの。いや、もうね、もうめっちゃ好きすぎてちょっとね。おラニアンなんか呼んでくれる人いるの。今度チュースラニアン相当コアなファンだよ。何ラニアンって。いや、ポメラニアンのラニアンだよ。あ、ポメラニアンのラニアンか。え、でも、なんだっけ、コアなファンいるけども、俺の性格もない。めっちゃ悪いから、あの、指名した瞬間後悔する。あ、でも、でも性格悪いけど、今月初指名の数いっぱいある。ね、9本あるんだけど、みんな後悔してる。全員後悔してるね。違うか。いやいや、なわけない。言って言って。ポメは内勤だよ。内勤だよ。ポメさん内勤。そう、もともと現役でやってたんだけどね。プレイヤーでやってたんだけど。そうですよね。はい。ルルカ、とりあえずシャンパン入れよっか。ありがとうね。おい、ピンクちゃん、ピンクちゃん、怖いよ。ピンクちゃん、ありがとうございます。両サイド内勤、そうです。ルルカさん関係ない。そうね、ルルって打ったら多分ルルは出ると思うんですけどね。そうなんですか。ルル出る。ドクロのローみたいな。いやドクロのローみたいな。お前さ、まあ、確かにそうだよね。意味わかんねえな、あんな感じして。お前ムクロは出る。お前志村けんとかひらがなに変えろよ。ディスんじゃねえよ、お前。志村けんは出ない。ほら出たよ、ルル。あ、ほんとだ。ほんとだ。そう、ルルで出るよ、ルルで出るよ。そう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 。あの、無駄にルルってちょうだい、この30秒間。ルルルルルルル。ごめんなさい。あ、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 ごめんなさい。コメント伸ばして。無駄に伸ばして。ありがとう。こいつは、それで家帰って一人でするから。そう。何をするかは内緒だけど。ちなみに一言だけ言って。本当に大好き一人で、ね、うん、何とは言わないけどね。あ、はいはい、あ、すごいすごい、めっちゃコメント伸ばして。G ね。コメントランキング上位入りたいよ。お前 B 型やっぱりすごいな。B 型ってね、やばい。K みたいな何型？俺 O型はすごい意識するけど、お前みたいな自意識過剰の B 型はすごいな。すごいよ。黒さんの何型？ホストで売れるのは B 型か AB 型なの？ルルカさんしてるとこ見たいって。
してるよ、G してるみたいな。G してる。3秒で終わります。はい。3秒。あ、受ける。ラン特別だよ。特別だよ。特別だよ。今日は特別だよ。そんなにね、アナル舐められるためだ。あ、言っちゃった。もう G 見て。ということで、続いてのアンケート行っちゃっていいですか。行こう。行きましょう。行きましょう。来い。どっち行く？ちゃんとしろよ。上か。下に行く。あ、下に行く。何これ。下。この中で、エッチが。しむけ、愛してるよって。俺も愛してるよ。嘘つけ。愛っていうのは二人で重ね合った時に、あのお父様が愛を語らないでいいよ。この中で一番やめとけ。エッチが、エッチが、エッチ。なんで二回やったんだよ。エッチが下手な人。下手な人。下手な人を投票して。下手そうな人です。下手そうな人。おい。俺大人だぞ。まだ知ってるよ。見ればわかるわ。お父さん大人なんだけど、お父さんなんかゲスだなってきて。いや子供やん。ゲスやってますよ。あ、出た。NG コメント。NG 来た。え、ちょっと来いよ。NG コメント。ちょうだい。めっちゃ NG コメント多いから。いや NG コメント。相当俺に対して来いや。テクニシャンお父様。ちょっと待って。おい。渡部。渡部やつのやっていい。あ、いいですよ。もうやってたよ。来い。来い。また来い。違うの。デコニーちゃんもパパに変わった。もう出します。あ、オッケーです。あ、バシバシちょうだい。いや、みんな投票して10票とかと寒いからもう。10票ぐらい。200票ぐらい欲しいよね。お父さんは加藤さん。絶対ねえ。え、そんな気がねえ。すいません。オールドフィンガー。めっちゃいっちゃ下手です。電波悪いの、はるちゃん。はるちゃん悪いの、電波もう。ね、パパは絶倫、絶対ねえだろ。ちょ、待って。俺はビール瓶絶対突っ込んでませんから。何が？いや、お父さん大根。目の前で見れた方がまず見れる。結果ちょうだい。はい。これは飲みたくねえな。もう出たの？上位2人グイでいいですか？いや、下位2人にしましょう。それは。あ、下手そうなの。下手そうな方がグイだから上位2人グイで。うん。もういいか、全部言って。じゃあもう1位はグイ。1位いいよ。1位グイ。1位グイ。これレッツゴーレッカー、レッツゴーレッカー。あの、3人に1人はあのエッチ下手そうだ。すいません、ルルカは本気でエッチ雑です。レッツゴールルカー。お前雑だ。ちゃうて。だってあのこれ暗記史上一番ショック。何もショック。いや、三人に一人は下手と思われてますからもう。じゃあちょっと校長でごめん。いやもうレッツゴールルカ。おみんなテンション下がってんじゃん。下手。バクね。いやまあ下手そうですから。1位誰だったんですか。1位がルルカ。下手そうの1位。あ、一番うまそうな人。だってこいつ、なんでそんな、だってこいつ今日来てよかったな。しつこくマンコ舐めろ。やめとけ、言うな。やめとけ、やめとけ。いや、NG コメ、コメは、ナイキなんで、鬼のようにマンコ舐めます。やめとけよ、ナイキだな。やめとけ、ほんとに。え、ちなみに2番目に下手そうなの誰ですか。待って、ジジイに負けてやばくない。俺ジジイのがうまそうやん。お前やって言ってくれじゃない。ジジイのがうまいわ。やばくない。年取ってたらね、それなりにあるから。テクフ、ああ熟練の技、雰囲気だから。熟練の技、実際やったら分かんないじゃん。熟練の技ね。ほらだって見て、ジジイに負けたら終わったんだ。ジジイの経験値半端じゃねえよお前。流れがつながるじゃん。はい、この後のアンケート。ああ、なるほどね。ん、もうさ、なんなのこれ。俺さ、いや、下手。さあ、俺全部2位、2位か3位だし、性格悪いし、あれだけど、まあ、今のところあの指名したくないし、セックス一番下手そうっていう。俺、今のところいいとこしかないんだけど。いいとこ、なんか、今日良かったわ。元気復帰しろよ。復帰しろよ。何、天下り少年って。嘘。今月初締め調子良いな、みんな後悔してるのかと。いや、別にあの、セックス
いや、しない、しないするとか関係ないからね、そこはね。しかもガチ、ちょっとガチで。ちょっとへこむ。ガチやない。ごめんごめん、ルルカ大好きのコメント今慰めにしか聞こえないもん今。ガチでショック受けた。あ、CM 行きますか。CM 行くところで。頑張れ、頑張れ。ごめんね、今クロちゃんトイレ行ってるしね。うー CM! con los terroristas なら入る、まあ、入るなら吐き、吐きして。だって電話してんの。はい、指名したくないホストナンバーワン。はい。エッチ下手そうナンバーワン。はい。のルルカさんです。指名したくないし、だって実際エッチ雑だろ。正直言え。正直言っていい。何を知って言ってるの。ちゃんと言って。適当でしょこれ。何を知って言ってるの。俺なんて知らねえよ。そんなねここ最近してないですけど。クロちゃん T はって書いて。T は。T T テル T 違う、ノースリーブ、ノースリーブのノースリーブ、ノースリーバーノースリーバーノースリーブ T シムケンアメブロしてたよ、ずっとまだ未だに残ってる。お前なんで、いやお前やれよ。みえまだ残ってるんですけど何これ、これ出るんだ、放送中出るんだ、あなたしかも出るでしょ、夏あえて出よ。残ってるんだけど、もう昔のなんかすごい源氏な、なんか昔の店のやつとか残ってるから。シムケンさんブログ面白そう。いや、ててごめんね、本当にごめん、シムケンは申し訳ないけど絶対面白くないよ、100%。いやね、面白いって言われてたんですよ、昔。本当？本当に絶対嘘。本当っすよ、本当。ニコ生で力10分の1も発揮してないですよ。なんかこう、アメブロは時間考えて打つから1時間ぐらいかけて打ってて、長い長えよ。その時面白いねって言われてたんですけど、まあルミナス入ってちょっとなんか昔の店のなんかやつが見られるの嫌だなと思って。ルルカさんはちょっとルルちゃんのブログは見てるよ。あ、最近更新してなくてすいません。近々更新して。ふざけんなお前、仕事しろ。じゃあ今のこの時間使って。おい、ナイキンちょっとおごっとけあんたもナイキン や今のうちじゃあちょっと次のアンケートやりません。すいません、行きますか。じゃあ次、ごめんね。いやもう多分昔のお客さんたちは知ってるよ。マジかー。俺のアメブロ、まあ今度教えてあげるね。早く。まだ残ってるから、アメブロは。いや、黒田さんまたミーティング、またミーティング戻って。いいから来いよ。いいですか？じゃあ僕今ニコ生中だから。早く来いよ。こん中で。そうだよ。こん中で。今ナッツと喋ってんだけど。放送されてるから。クロちゃん怖いって書いてあるよ。いや、ナッツ喋ってんだけど、ナッツが下の子に怒ってるんだって、今ミーティング中。あ、珍しく。あの下の子あんま怒んないもんね。だから来れないっていう。ああ、まあ変わっちまったな。ナッツは来れるの来れないのどっちなんだい。ルミナスの父が言ってるよ。ルミナスの父が。え、バタフーめっちゃうまい。45分までめっちゃ美味しいっす。大至急来て。え、あれですよ、巻き巻き。どんな感じってやつですよ。走ってこい、ピロー道具。それ俺でこうやってこい。マジ、あと あと10分ぐらいだから走ってきて。はい、じゃあ行きますよ。じゃあ今からホワイトボードでアンケ出します。はい。で、何のピロートークどんな感じかをちょっとホワイトボードで、まあ、説明すると、まあ事後ですね、まあ終わったと。
エッチ終わったと。エッチ終わったと。エッチ終わったと。これガチで書くんでしょ？うん。これガチガチガチ。いや、お前から書け。なら。なんでだよ。今のところ評価いいからね。そうだ。待って、このそんな評価いいお前から書け。で、あの一番、あ、この感じいいわーっていう人を投票して。オッケー。で、今書くから。まあ、じゃあその間にじゃあ僕。これは完全に。これちょっと。秒で打ちのめされるよ。これはちょっとどんな風に書くのみんな。いや本気だよ。本気で書いてくださいよ。それはエッチ終わった後だろ。なんて言うか。言葉？言葉とか。態度じゃなくて。態度でもいいし。で、クロちゃん怖いやばいね。クロちゃん怖いやばい、ね。怖いもん俺らも。いや怖くないよ。怖いもん。オッケー、じゃあその間じゃあコメントピロートーク。ピロートークね。シムケンカ俺はこうするよって勝ってください。いくらで？えポメからさ。なんで俺からなんだよ。バーガーキングちょうだい。さっき食ったわさっき食った、ね、さっきね、バーキン食った。カロリーちょうだい。さっきバーキン食ったの。カロリー大好き。俺はマジだいぶやばいよ。本気で書くけど。本気で書いて。いや黒沢さんの本気自分のやつだからね。それ自分のやつだから。エッチの後のやつ聞くのか俺ら。これからやだね。わ、直樹さんって書いてるけどすごいね。直樹さんいた時期自体知ってるっていうのすごい。そうか。いや結構前っすよ。なんだかんだ俺半年ぐらいかぶってますけど。黒さんはよ矢沢。いや書いたん。お父さんすぐ寝そう。ごめん。何いいよ。へこんできてルルカのボリュームちょっといい。じゃあポメ行く。いやまだ書いてない。俺まだ書いてない。いいよ。あ、じゃあいい。じゃあ、クロちゃん。いいよ。もう いける？いける？まだです。まだ書いてない。俺は、ほんとビビりだから。はいはい。マジで自分のやつね。それ、うん、自分のやつね。俺は本気で、自分ビビりだから、本気で聞きたいの。はい。オッケーオッケー。じゃあ、クロちゃんから、じゃあ行きますか。3、3、2、2、1、あいよ。今日の俺、どうだった？やばい。やばい。これマジ？気持ち悪い。いや、マジで。し、じゃあの聞かなくても気持ちを聞きたいだけ。あ、これ出ない。うん、別に本気で聞こうと思ってなくても受けるむざやだけなんかどうのこうのなってじゃなくて俺気になるもんだって。じゃあ俺今日良かったのか悪かったの。ちょっとだけだよ。ほらちょっとだけだよ。気持ち悪かった。気持ち悪いよ。だからそういう、いいよ、そういうちょっとだけ気持ち悪いじじい。おいじじい、おいじじい、マジリアルすぎて放送事故だよこれ。放送事故言い方だってリアル言えっつだろ。そうだよ。お前が悪い。じゃあ俺行くぞ。行きますよ。いや剣の俺前まで。あ、まあちゃんといいですか。あ、A 型って知ってる子いるね。ハテナって。あ、じゃあ全部揃っ、剣王でしょ。俺 O 型です。あ、全部揃ったやん。コンプリート。あ、O、え、A、O、B、B、A、B。 すごい。それいいですね。ね、おい、ジジイって来てるよ。いいよ。それはそうなるわ。じゃあ、僕いいですか。いいよ。もう半分ぐらい見えとるからな。お前、マジやばいよ、それ。俺の性癖に付き合ってくれてありがとうな。全然俺と5分ぐらい気持ち悪い。気持ち悪いって5分ぐらい気持ち悪い。いっぱい来るよ。え、書いてていいよ。俺もう出したよ。これ言葉じゃなくてもいいんでしょ。言葉なり、まあ言動なり、態度でもいい。言動なり。あ、これはまあ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 、多分言葉が A 型男子は俺なの。いっていいですか。じゃあ僕言っちゃっていいですか。際どいって。際どい。僕言っていいですか。本当に言ったことねえよ、本当は。ルルカさんのね、ピロトーク。こいつは性格悪いから気をつけろよ。いくよ、うん、これが俺、ついてくれるかどうかはお前次第。ちゅ、え、狙い、狙ってるのか。絶対許せない。まだ待て、俺女なんだら許せない。レッツゴールルルカを。だって笑ってくれてもありがとう。レッツゴールルルカを。無理です。スイキーだって止まんないわ。あのね、待たて、俺許せないもん、女だったら。あのね、黒沢さん、俺って順調に気持ち悪く来たけど、あの、ハイレベルな気持ち悪く来た。本気のハイレベルなキモさ来たよ。いや、ありでしょ。いい感じ、いい感じだよね。いいよ、いい感じだよね。いいよ、お前のやりたいことだけ言えばいいんだよ。でも、まあまあまあ、言葉じゃなくていいんでしょ。まあ、言葉が別に。お前、見て、
ちゃんとキャストが本気のこと言ってんだよ。お前ふざけたこと言って、ぶち殴るから。いや俺は喋んないからね、基本的に多分。いいよ、じゃあ、いいかな。ポメさんのね、今のところ好感度1位のポメさんの、こう下げてやるよ、内勤が。内勤ポメさん、内勤がお前持ってったらお前ぶち殺すから、ね、ポメさんのピロートが。いや、持ってったらじゃあ俺プレイヤー戻る。サニーちゃんいいよ。うん、なんだよ無言で腕枕のタバコ。やばい、お前それなんなよ。不良じゃねえかこれ。何お前よかった的な。いやよかった、気持ち悪いよ。よかっただろ的な。お前そんなずるいわ。不良じゃねえかこれ。待ってこれアンケートちゃんと取れる。まあいけんじゃないですか。俺やばいんだけど。もういいよ、いくらでも飲むわ負けたら。しょうがねえ。それがやっぱりニコラパパうるさいって来てるけどもう関係ねえよ、もう NG いっぱい。お父様。お父様、ね、あいたたたたた、何しとんねん。ただ ね、 何しとんねん、本気で何票獲得しようとしとんねん。うちのランいなくなりました。まだ言ってんのかよ。なので従業員募集だよ。うちのランに本気でなりませんか。日給は出します。倍だよ倍。あのランさんを知らない人に呼びかけてる。ポメ素敵、ポメさん票。腹立つわ。シンプルに俺ディスライト終わってるのに。知り合いのイケメンとか入れてほしいよね、ちょっとね。欲しいね。じゃあ結果出します。いきましょう。はい、もう来ちゃうの。来る来る、これビニはもう2杯食いした方がいいよ。もういい、1,2,3,4,5 って言って。5までいねえよ。下から要は交換で低い低い方から言ってください。ちょうだい。はい、よっしゃー、よっしゃー。てか 11.5% とか同じぐらいになるの。だからまあ 10% はいたってことよ。いやお前と俺気持ち悪いって。お前考えてもなんかね。いや俺の顔面あっても何日か分かんない。うわっしゃー、うわーうわうわやーべえ、マジでやったー。なんて言ったっけ、ルルカ気持ち悪いだろう、なんかルルカに投票した君なんだよ。あとで後悔するから本気で。こいつは性格だけは半端ない。俺惜しいじゃん。悪いけど、なんとかなんか覚えてないけど、なんとかなんとかで最後チュッとかやってたら、あーなんか言っとったね。気持ち悪いよ。気持ち悪いね、お前。本当だよ、帰れ。大したモテねえよ。うわなんだそれ、やってらんねえな。いやもうマジでシンプルに。お前この番組だけだろよ。30秒だろ。嘘嘘嘘嘘嘘嘘、やばいやばいやばい。あれやだよね、結果ね、お夏はいませんけど。おぉ、いない。夏来ないってことで、やばいやばいやばい。僕を押してくれた姫、抱かせてください、まあ俺に投票した 11% もいるわけだ。いやいるいる。 11% は俺の正義についてこれるってことやからな。いやお前についてきたの俺にも。要は10人に1人はお前の正義についてこれんだよ。死んでんだよ夏は。これ来る予定だったのに、あいつ観覧数要請ってすごいの。ミーティング店で来ませんでした。いや5000近く行ってたよこの間、ね、観覧数なかなか来ないやん。終わんの、来週も見てくれるから。いいとも、バース来てくれてありがとう。受けている感覚に投げかけるすべもなく、黙り込んだことにされ何回目の錯覚だ。笑っていたろう、さっきまで伝い込んだ仮面をやめ、落下に紛れ込み死んでしまった順序、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。